高蔵寺、ニュータウンは愛知県春日市北東部の丘陵地帯に建設されたニュータウン。千里・と多摩と並ぶ黎明期のニュータウンの一つである。ニュータウンが丘陵地帯を開拓して作られたことにちなみ、地名にはすべて台の文字が付けられている。最寄り駅である高蔵寺駅からは JR 中央本線で名古屋駅まで約30分で行くことができる。 春日市東部市民センター高蔵寺、ニュータウンは名古屋市の中心部から北東 17km に位置する東西約 4km、南北約 4km にわたるニュータウンで名古屋市のベッドタウンとして開発された。イギリスやフランスのニュータウンの知識を参考にしながら東京大学の高山映画研究室が主導した計画で戦後日本の代表的なニュータウンである。 1968年に入居が開始された日本で2番目に古い大規模ニュータウンである。設計は津端周一。ニュータウンの中心部には航空自衛隊高蔵寺分屯基地がある。高蔵寺、ニュータウンの計画はこの基地の移転を前提にしたものだったが移転候補先で反対運動に遭い移転計画が頓挫してしまった。そのため高蔵寺、ニュータウンは 基地を抱えたまま現在に至っている。同基地が移転せずその部分が未だに開発されていない分だけ計画よりも人口が少なくなっている。そのニュータウンの中心部にアピタ構造時点を中核としたサンマルシェと呼ばれるショッピングセンターがあり、このショッピングセンター周辺がニュータウンの中核施設群、センター地区となっている。また、ニュータウン周辺には郊外型の店舗が多数。 進出している。名古屋市のベッドタウンであるため、名古屋市への勤務者が極めて多い。また、他のニュータウン同様、高齢化が深刻な問題になっており、一部で学童配合も起こっている。山地河川故障1976年の空中写真。大宅大にはまだ入居が始まっていない。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成藤山大高造寺、ニュータウンの中で、最も早期に晩早く整備された町である。1968年に入居第1号が入居した。しかしまだ工事の真っ最中で、赤土が見え、ブルドーザーやダンプカーの轟音が響き渡っていた。同年藤山大小学校が開校したが、最初の児童数は24人だった。 1968年7月7日、早朝、藤山台団地内のダストシュートで火事が起こり壁を焼いてしまった。この後何年製のダストシュートに変えたが、ゴミの匂いが広がったり、ネズミの大量発生が原因で、大型コンテナで回収するようになった。2013年、藤山台小学校と藤山台東小学校が統合し、 富士山大小学校となるの校舎を建て替え、2016年に新校舎完成後さらに斉藤山大小学校を統合。岩成大1971年に岩成大団地が入居開始。1976年には岩成大西団地も入居開始している。1、3くらいを UR による団地が占めている。岩成大の中ほどには愛知用水が通っており、 その周辺には水辺公園と呼ばれる公園が整備されている。比較的高蔵寺駅に近いため、岩成大小学校、岩成大のバス停は便が多く、アクセスが良い。高森大高蔵寺、ニュータウンの中でも最も標高が高く、高蔵寺駅から一番遠い場所にある。1973年に高森大団地入居開始、県営住宅などの団地が多い。 2019年1月現在、団地再生計画のため、一部の団地では居住ができない状態になっている。高森台の中央には、標高206メートルの高森山がそびえ立っており、麓にはテニスコートなどが整備されている。高森山は1960年代頃には、ハゲ山であったが、地元の子どもたちや地域住民の努力で、現在緑に覆われている。 中央大ニュータウンのほぼ中心に位置し、サンマルシェや構造自由便局、カスガ石東部市民センターが立地するなど、ニュータウンの中核的機能を持っている。中央大団地は、ニュータウンの団地の中でも、比較的高層である。石尾大団地が存在せず、小建て住宅が立ち並ぶ地区。ニュータウンの中でも高齢化、少子化が進んでいる地区であるが、スーパーマーケットが立地するなど利便性は良い。 田区大ニュータウン中心部から山を挟んだ東側にある地区。同じ小建て住宅で構成されている石、お台同様少子化が進んでいるが人口減少率は団地を要する藤山大、高森大などと比べて比較的緩やかである。高座大構造寺駅から見えるためニュータウンの中でも最も駅に近い地区。高座大団地や山廃津、高倉など新興住宅が多い。 ニュータウン唯一学校機関が一つもない。計画にはなかった地区だが、高蔵寺駅から団地が見えるようにという理由で造成された。玉の台計画にはない。大田区台同様、ニュータウン中心部から高座山を挟んだ南東にある地区。石、小大、大田区台と同じ小建て住宅で構成されている。昭和平成県立私立高座台1丁目から4丁目は、春日が市立。 高蔵寺中学校校区。五丁目のみ、岩成台中学校校区。私立他の大規模、ニュータウンと違って、ニュータウン内を鉄道が通っていないが、ニュータウンから、高蔵寺駅までは、名鉄バスが、ニュータウンから、春日ガ市民病院までは春日ガシティバスートフルダイナーが、ニュータウン内には、サンマルシェ循環バスが走っている。また、車の所有率も高い。 JR 東海市環状鉄道路線バス剣道。ありがとうございます。